さあ、ここで IS 関係と LM 関係が出てきました。もう一回それぞれ復習しましょう。IS 関係は45度線モデルの延長で出てきた式でしたね。投資が金利の減少関数ということで、I を決めると均衡の GDP、Y が決まるというモデルでした。概政変数は税金、政府支出、G、それからこの消費関数を表す、傾きとか切片とか、それからこの投資関数を表す傾きとか切片とかですね。そしてこの金利が概政ということになります。で、全部一切合算与えていると、この式を解いて均衡の GDP が決まるというのが IS 関係でした。一方で LM 関係ですね。こちらは貨幣市場の需要と供給の均衡という話でしたけれども、こちらではどちらかというと、この GDP、世の中の生産活動の規模、これは概政でですね、これは概政で、で、日銀が決める貨幣の供給量、これも概政で、その辺決めてやると、貨幣市場がちゃんと需要と供給、貨幣の需要と供給が一致するように、債券の金利が決まると。債券の金利が決まるという式でした。Y と P 分の M を決めると金利が決まるという式だったんですね。IS 関係は横軸に GDPY を取って、縦軸に金利 I を書くと、IS 曲線は右下がり、あるいは左上がりの曲線で、LM 関係、LM 曲線の方はこういう正の関係、右上がりの関係ということでしたけれども、2本式ありますからね。2本式ありますので、これ2つ合わせれば、財市場も均衡し、かつ貨幣市場も均衡するような Y と I の水準がバシッと1つに決まるということになります。いいですかね。2つ式があって、一方では I は外性でね、で、Y が決まる。もう一方では、Y が外性で、I が決まるという2本の式があったんですけども、この2つ合わせればですね、この2つ合わせると、連立するとですね、I と Y を決めることができると。これが ISLM モデルということになります。なので、この ISLM モデルですね、もう形的になんか需要曲線、供給曲線のね、アダム・スミスさんの見えざる手の需要曲線、供給曲線にちょっと似てるんですけども、違います、違いますね。一方が需要曲線、片一方が供給曲線という図ではありません。見た目は似ていますが違います。それぞれの曲線が市場の均衡を表しています。 IS 曲線の方は財市場が、ね、Z イコール Y ですね、財市場が均衡するような、財市場が均衡するんだったら Y はですね、どういうふうに I を決めた時に Y はどう変わってくるかというのを表した式です。一方、この LM 曲線の方は貨幣市場ですね。貨幣市場。貨幣の需要と供給が一致するんだとしたら、GDP の水準次第で均衡金利はどういうふうに決まってくるかを表す式だと。それぞれが財市場の均衡と、それから貨幣市場の均衡を表した式なんだということを理解してください。今言ったことがここに書いてありましたね。需要曲線と供給曲線ではありませんということですね。で、2つ式合わせましたので、内政変数は2つですね。GDPY とそれから金利 I ということになって、式は2本です。 IS 関係と LM 関係、残りは全てパラメーターです。タックス、税金、ガバメントエクスペンディチャー、政府支出、それからこの消費関数、投資関数、それから、実質貨幣の供給量ですね。これはすべて概政変数ということになって、概政変数を全部与えると、Y と I が決まるということになります。で、均衡点を求めるのが、ね、連立方程式を解いて、解は均衡っていうふうに経済学で呼ばれるわけですけれども、連立方程式を解いて、この均衡解を求める。それができたら、今度は
はい、比較性学ですね。比較性学何だったかっていうと、このパラメータ、この辺の値を変化させた時に均衡がどう変わってくるかというエクササイズのことを比較性学と言いました。例えばですね、IS 曲線、IS 曲線は、これは、政府支出を減少させたり、増税したりすると、この IS 曲線は左側にシフトします。はい。そうすると、この IS 曲線と LM 曲線の交点である均衡がですね、ズズズッとこう左下にずれてきてですね、左下に降りてくるので、GDP も GDP 下がる。金利も下がるということが、ま、モデルの、このモデルの世界ではそういうことが言えます。はい、政府支出を減少させたり、増税したりすると、金利は下がる、GDP も下がるというふうな結果になります。LM 曲線の方はですね、中央銀行がこの左辺、実質貨幣量を増やすとですね、増やすと LM 曲線がこの右というか下にずれるという話をしましたけれども、そうすると IS 曲線と LM 曲線の交点である均衡は右下の方に動きますので、そうですね、Y は高くなって金利は下がるということが分かります。見て取れます。つまりこの ISLM の過程をすべて満たした世界だと、日銀がですね、中央銀行が貨幣を、マネーを増やすということをしたときに、金利は下がる、GDP は増えるということが予測できます。はい。ということでですね、これで財政政策っていうのは、その日銀じゃなくて政府の方ですね。日本政府が政府支出 G や税金 T を上げたり下げたりする。あるいは金融政策、こちらは日銀の方ですね。マネーの量を増やしたり減らしたりする。でこういう財政政策や金融政策を、したときに、内政変数ですね。消費とか投資とか、あるいは GDP、景気ですね。それから金利。こういったものが上がるのかな、下がるのかなということを、そういう政策の影響を分析できるモデルということになります。はい。ブランシャールさんのね、教科書の翻訳にあるね、まあ、注意をここにも挙げときましたけれども、ステップはですね、その分析のステップなんですけれども、基本的にはその IS 曲線と LM 曲線がどちらにシフトするかなってことをまず考える。これが一つ目のステップですね。財政政策、減税、増税、政府の財政出動、あるいは緊縮財政、あるいはマネーをね、金融緩和、マネーを増やしたり、あるいは、マネーを減らしたりすることによって、IS 曲線とか LM 曲線がどっちに動くのかっていうことを考える。で、動いたら、じゃあ均衡点ですね。この交点が右上に動くのか、右下に動くのか、左上に動くのか、左下に動くのかということを見てですね、あ、GDP は上がるなとか、金利は下がるなというふうに予測してやる。で、最後にですね、式の上というか、まあ、図とか式の上では分かったんだけれども、それをですね、今度最後にストーリーで言葉で表現してやると。金融政策によってマネーが増えたから、まあ、ブラブラブラっていうふうな感じでですね、最後はちゃんとそれを言葉で解釈すると。いうのが分析のステップということになります。はい、ちょっと練習してみましょう。